ヘメント吉田です。沢田です。大花賞になりまして、はい、まあ、三歳牝馬のね、はい、輸送もあるし関東馬にとってはちょっと調整も難しいところあるんだけど、はい、まずやっぱり一番人気質のソウルスターリングですね。そうですね、まあ、まあこの輸送慣れはしているんですけどね、まあ、この厩舎らしいこうその時計出さない仕上げだったんですけども、まあこう仕掛けられてからのねラストの伸びはさすがだなと、まあ、馬体もなんかシャープになってきたなと思うので、うん、ここに来て、ね、しっかり、はい、あんまりねこう速い時を出すという望む厩舎じゃないんだけど、うん、はい、あのやっぱり以前よりも稽古でも大体前にと追っかけるっていうタイプ あれ多いんだけど、はい、なんかあんまり力まないでね、うん、なんか落ち着いた走りになってきたし、そうですね、中間の調整でこの辺が悪いなっていうような感じは全くないから、うん、まあ、ここまでは順調に、はい、まずまず、ね、ちょっと失格もなさそうに仕上げてきたなって感じですね。そうですね、仕上げに関しては万全って感じですね、うん、あとほら関東までライジングリーズンとアイロリットを入れて、そうですね、ライジングリーズンに関しては逆にこうテンションの上がりやすいタイプだけに初めての関西輸送、これかなり不安な点ですよね。まあ、一応2週連続合わせんまで一応落ち着かせるっていい動きしてるけどね、うん、動き自体は素晴らしいんですけどね、まあ、ちょっとこっちの方がちょっとね、はい、長距離輸送、うん、ここなんかちょっと入れ込むんじゃないかなって心配あるから、やっぱ後日ちょっとね、はい、気配注意ということで、はい、アイロリッドは先週ウッドでやった時もいい動きだったけど、はい、今週あのね今度あのハンドでちょっと控えたけど、はい、これもなんかちょっとね、そうですフォームが安定している感じです、ね、そう、これもちょっとデビューの頃向きになるような感じだったんだけど、はいね、だから、まあ、三歳牝馬で長距離輸送難しいところあるんだけどね、今、はい、はなんか関東馬、なんかいい感じでいっちゃうんですよ、はい、問題は関西馬ですね、はい、まあ、確実に良くなったと思うのはリス・グラシュですね、うん、これ、まあ、今回、姉妹重点だったんですけども、うん、ラストこう、追われてからね、ぐいぐい伸びるようにしてね、反応がやっぱ全然前回とは違うなっていう感じがしましたね。うん、関西はちょっとよく見えたの多いね、はい、一番よく見えたのは、はい、からくれないなんだけども、あ、はい、まあ、距離的にどうもこの専用車までしか走ってないからね、はい、ちょっとなんだけどものすごくパワーがあって、パワーある中になんか、うん、ものすごくフットワークがこうなんつうかな、はい、中小級は間違いないなっていう感じのね、はい、G1 のね、はい、取れてもおかしくないようなフットワークするし、はい、これが一番よく見えたんだけれども、うん、あとは人気ではアドマニアミヤビだね、やっぱね、アドマニアミヤビ良かったですね、うん、はい、なんかボバみたいな体つきしてますよね。で、まあ、うん、まあ、フォームがなんか雄大でこうスケールが感じさせるような走り、そうね、リス・グラシはちょっとコンパクトだけど、はい、カラクレナイとかアドマニアミヤビがなんかね、馬体見ても男馬に負けぐらいな感じがあるからね、はい、これはちょっと楽しみな感じがあるね、うん、両方ともソウルスターリングに、はい、ね、全然あの初めてだから望むのが、うん、どこまで行くかみたいな感じね、はい、あとどうですか、ちょっとあの札幌デビューだったミスパンテール、うん、あ、これちょっと人気ない人ですね、はい、なんかあの時はまだなんか緩さがあるなという感じだったんですけども、うん、なんかそこからあえてじっくりこう調整して、まあ、C さんが付きっきりでこう仕上げていって、なんか精神的にも大人になったなという感じで、当時より感じました。もなんか前回の競馬見るとね、あの、はい、休めが2戦目で、あれ出してるんだからね、うん、はい、そうですね、これみんな体大きいから ね、 そうなんですね、大きい馬だからね、金馬の割り、あとミスエルテっていうのはあんまり気性が変わってないなっていう感じね、あれ合わせ馬を失敗なんですかね、合わせようと、もう直線合わせようと思ったらもう行っちゃって、ビューで行っちゃって早い時が出るから ね、いい手応えでビラーってくるから、うん、スピードはすごいなと思います、ね、あれは乗ってて大きいあのジョッキーもちょっと、はい、レースでちょっと怖いんじゃないかなっていうあんまり気象的な成長をしてないっていう感じ で、ね、うん、その辺がちょっとどう出るかっていう感じでね、はい、そんなとこあとどうなんかがあるというの、ちょっと大穴例えば人気ないとこだとあのディアドラっていう馬が、うん、アネモリ2着でもね、はい、なんかこうちょっとずぶそうな馬なんですけど、まあ、追ってからちょっと味あるなと、まあ、レースを見ても追い切りを見ても思うんで、うん、この岩田騎手一回乗ってますけど、ちょっと岩田騎手に合いそうだなと、ちょっと俺はグゼットジョリーだね、 あのいい感じだなっていう、はい、あのアリントン使った後、はい、感じ、これはなんかブレのないフォームでしっかりしてたし、うん、
まあ、一応でもソウルスターリングがやっぱりちょっとここまでうまく仕上げてきてるんでね、そうですね、能力的にどうかなっていう感じがあるけれども、うん、あと、まあ、他も面白いんでね、関西はね結構ね、はい、強力なリーグで、うん、なので、まあ、何狙いますか。ちょっと迷い中ですね。ちょっとあのソウルスターリングを見ると果たしてという感じですけども、うわすなのにやっぱソウルスターリングで2番手3番手をどうしようかなという感じでしょうかね。はい、はい、そんな感じです。